日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すアンドサウナ。今回は白間リポーターが大阪へ。道頓堀の景色を独り占めできるサウナがあると聞きやってきました。わあ、ちょっと待って、すごい。まずもうこの景色すごい、丸見えや。道頓堀の景色がめっちゃ綺麗。サウナに行きます。わあ、めっちゃ温まってる。わあ、めちゃくちゃ温かい、気持ちいい。すごいな、これどう作ったんやろ。サウナ入りながら景色を見えるっていう。あ、ビリケンさん、はじめまして。このストーブめちゃくちゃでかいですね。本当に銭湯とかちゃんとしたサウナ屋さんにある大きさのストーブでセルフ料理をしたいと思います。すごいです、これ。こんだけ大きいストーブなんでセルフロウリュするともう温まりますね。中が激アツでした。カップルでもすごくキュンキュンする空間ですけど、女子会とかね、男の子同士の会とかもめちゃくちゃこれは楽しいと思います。会話めっちゃ弾むと思う。しっかり冷えてるこの水風呂。いい景色見ながら空も眺めれるの最高よ。もちろん外気浴も。すごい空が、青空ですね今日。よかった、開放感やばい。